どうもこんばんは。前回のですね、この動画シリーズちょっとふざけてしまったんですが、今日はねド M にど真面目にやっていきたいと思います。もうすぐ8月ですけど、この時期になると戦争関連の話題が増えてきますよね。もう戦後69年です。しかし69年経っていても日本ってね、未だにあの敗戦のショックから立ち直れていないと思うんです。その根源は何かなって考えてみると、やっぱね、敗戦後日本を占領した GHQ の影響が大きいのではないでしょうか。学校でもそのあたりの話題ってちょっと触れると思うんですけど、なんかあれだけ見てるとですね、 GHQ はなんかいいことやったんじゃないかなってね、そんな風に思うかもしれないんですよ。ただね、ちょっと待ってほしい。最近 GHQ に関する新しい本が出ました。こちらです。GHQ の日本洗脳、70年続いた支配システムの呪縛から日本を解放せよ。著者は山村明義先生です。 GHQ の日本改造、日本洗脳って本当ね、多岐にわたるんですけど、この本読んでね、あ、やっぱ GHQ ってクソだわって思いました。山村先生はこの本にかなりのパワーを注いでいます。私の全人生で培った全ての経験、能力、知識、そして日本人としての心と魂はこの作品に全て集大成されています。個人的には書くべきことは書き尽くしたので、もういつ死んでもよいというのが私の今の偽らざる心情です。とはいうものの、調査取材に約10年以上かけ、執筆だけで約1年を費やした今回の出版にあたっては、なぜかご承知の通り、実際にあらゆる敵が立ちふさがり、難航に次ぐ難航を重ねました。10年以上の取材に1年間の執筆活動、こちらは350ページほどの分量になりますが、圧巻ですよ。今日本にはいろいろな問題がありますけれども、そのね、根源をたどるとね、結構 GHQ に行き着くことが多いんですよね。例えば教育の問題があります。日本を否定して日本人の自信を失わせる教育って、これ未だに行われてますよね。これって結局 GHQ のウォーギルドインフォメーションプログラムに起因するんです。終身、国史、地理なんかが授業停止に追い込まれて、教師も公職追放に追い込まれました。教職追放令では約45万教師のうち11万5778人が自ら辞職、約5200人が教職追放の対象となった。凄まじい話ですよね。 GHQ の意に沿わない人は追放されて、 GHQ の意に沿う人ばかりが残るわけです。その流れで今も問題になる日教祖が出来上がりました。日教祖の正史である日教祖10年史によれば、日教祖は進駐軍 GHQ の後押しがあってこそ我が組織は誕生したと、誕生の立役者であることを公然と認めている。その日教祖、今では組織率が下がっているにしろ、まあ、未だにね、子供たちを洗脳しているわけです。まあ、この本を読めばわかりますけど、もう変えなくてもいいとこまでね、もうどんどんね、変えまくってるんですよ。これ見せたらね、本当思うんですけど、まあ、やっぱ GHQ っていうか、まあ彼らはですね、まあ日本人が踊ってると思ってたんでしょうね。彼らが蒔いた種っていうのは69年経った今こそ顕著に問題化してますよね。その根源を知るっていう意味でも、この本ね、ぜひ読んでいただきたいと思います。本書著者自身からの見どころのポイントは、 GHQ は日本及び日本人に対して、 1. 2010年代までに少子高齢化を実現させる、 2. 食と農業、住まいを貧弱化させる、 3. 教育と宗教を徹底的に弱体化させる、 4. マスコミを狂わせる、 5. 映画、スポーツなど3S 政策で洗脳させる、 6. 政治不信に走らせ国内を混乱させる、 7. インフレを極度に恐れさせデフレ不況に陥らせる、 8. 領土問題と外交問題で国際的な混乱を誘う、 9. 軍事と航空をストップさせる、 10. 自らの作った日本国憲法の護憲派と改正派で分裂を誘う、そして女系天皇論などで皇室を弱体化させるなどの計画を進めるよう、長期計画で占領政策を敷いてきたという恐るべき点にあります。読めばわかるあまりに理不尽な GHQ、まあ、ということで、これをね、ぜひお買い求めいただければと思います。お値段は、1600円プラス税ですね。夏の読書感想文はこれで決まりだ。ということで今回は以上です。どうもありがとうございました。